焼いた時の綺麗な見え方、フォルムとか素材の見え方っていうのはすごくおすすめな感じです。で、生地ですね、綺麗にまた一番したいスタイルパンツがいいやろ。はい、どうも、バースデーの米森です。久しぶりの、YouTube 出演となりますが、今日はしっかりとですね、まあ、新作春夏いろいろ届いているので、そちらをスタイリングしながらですね、しっかりと紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはジョン・メイソン・スミスとジャイアン・スミス共通品番になります。こちらのショーツですね。お、まあ、この時期やっぱりショーツのスタイル、まあ、あったかくもなってきますので、まあ、ショーツのスタイル、ショーツを単体で着たっていう感じのスタイリングと、もう一つですね、まあ、僕が今一番結構今のタイミングでやりたいスタイリングとしてはパンツ同士のレイヤードですね。ああいいね。うん、なんかバースデーは結構こうシャツとのレイヤードとかそういうのは結構まあよくやってたんですけども、パンツのレイヤードっていうのはですね、こういうショーツを使ったパンツのレイヤードはなかなかこうご提案しなかったんですけども、最近僕がすごくハマってるスタイリングですのでですね、そちらもしっかりと交えながら、こちらのショーツに関してしっかり紹介していきたいと思います。はい、このバースデーチャンネルはですね、生活ジョーク大名にございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。内容といたしましては、商品の紹介、アイテム、スタイリングのご紹介、香水はサノマ、こちらはですね、香水だけでなく、シャンプーをこうトリートメントなど、まあ、香りにまつわるプロダクトを展開しているブランドとなっております。それとシルバージュエリーですね、こちらワカンシルバースミスとトゥアレグジュエリー、ワカンは、6月以降からですね、値上がりするとのことですので、シルバージュエリー気になっている方はですね、ぜひお早めにご検討ください。あと最後はですね、 e バイクはスーパーセブンティースリーとアルコン、こちらの2方のですね、カスタム動画、レビュー動画、走行動画をですね、毎日19時に、更新しているチャンネルとなっております。過去の動画もですね、たくさん見て、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではですね、こちらのショーツ、スタイリングを交えて紹介していきたいと思います。それではですね、アイテムの方を紹介していきたいと思います。ジョン・メイソン・スミス、ジャイアン・スミス共通品番となります、こちらのダブルベルトショートパンツ、こちらですね、新作の、まあ細かいディテールで言うとやはり目立つのはここじゃないですか。フロントのベルト、これはこのダブルベルトですね。まあ、タックインしたりとかした時もこの見え方すごくかっこいいと思います。で、形自体も何でしょう、いわゆるショーツとしてもですね、結構丈感は長いです。ある程度の長さはありますね。で、なんかイメージとしてはワイドのスラックスだったり、ちょっとこう太めのスラックスとかをこう途中でこう切っちゃったみたいな感じの見え方になりますね。非常に綺麗な形をしてます。で、ブラックの中にもしっかりとこういうストライプの柄がですねあって、タックがしっかり入っててっていうので、こういう細かいところもですね含めて結構綺麗なショーツっていうスタイリングはすごくかっこよく履けるパンツだと思います。素材自体はですね、まあレーヨンリネンを使用してますので、素材感もちょっとガシッとした見え方になりますね。で、結構まあ何よりもやっぱ先ほどからずっとお伝えしているように、履いた時の綺麗な見え方、フォルムとか素材の見え方っていうのはすごくおすすめのパンツです。で、バックのスタイルはこんな感じですね。まあ、結構シンプルです。シンプルにいろんな合わせがしやすい柄と、細かいディテールとなっております。うちではこれワイドパンツでも出てたね。そうですね、ワイドパンツの方でも出てたし、こっちのショーツも出てるという感じになっております。で、ショーツのサイズ展開は SM の2サイズ展開となっております。で、金額はですね、こちら出しておきます。はい、こちらの金額となっております。まあ今からの時期、まあ、ショーツと普通にショーツとしてのスタイリングもそうですけども、まあ先ほど冒頭でもお伝えしましたように、パンツのレイヤードですね、こちらを考えるときは
ちょっとサイズ感大きめであえて、ご購入されてもいいかもしれません。こう結局重ねちゃうのでウエスト周りとかは、まあ、ある程度広めに取ってあげてた方がいいかもしれないですね。でまあそういうのもあってダブルベルトでしっかりベルトあのウエストの調整は効くので大きいサイズを買ってこうギュッと絞るっていう履き方も全然できますね。まあ商品アイテムはこんな感じのご紹介になりますので、今からですねしっかりとスタイリングしてお見せしていきたいと思います。はい、それではですね最初のスタイリングやってみました。どうでしょう。いいね、この感じですね。見方的にはストリートライクなファッションですね。結構ストリートに寄せてみました、うん、上はですね三原の、ジャージ以前多分ご紹介してるはずです。こちらに載せておきます。こちらのですねジャージを三原のジャージ着てます。で中の T シャツとかは多分インスタグラムのリールの方では紹介してるけど多分 YouTube ではまだ紹介してないんじゃないかなっていう、これビリー君の T シャツですね。めちゃくちゃ僕好きです、この手のちょっと可愛いポップな感じのデザインですね。にショーツ合わせてます。で今回こういうストリートっぽいような格好をするときはあえてちょっとハイウエストで僕は合わせてます。丈感をちょっと上げるためですね。ハイウエスト合わせても意外と膝下なんだよね。そうですね、股上が結構深いのでハイで合わせてあげても全然大丈夫です。でまあなんでしょう、ハイのショーツなかなかこうショーツ苦手っていう方でもですね結構履きやすいように、なんていうんでしょう、こう作り自体がすごく綺麗な形してるので、まあ、ショーツ初めて履くよっていう方でも非常に履きやすいデザインとなっているショーツとなってます。まあストリートっぽく着るんだったらやっぱり足元は三原のスニーカーじゃないですか。うん、いいね、こういう感じの見せ方で、まず1個目のスタイリングやってみました。次はですねちょっとまたトリッキーな感じのスタイリングやっていきたいと思います。はい、それでは2つ目のスタイリングやってみました。こんな感じです。あーブーツ合わせたらまた見え方変わるね。結構足も靴変えるだけで結構見え方は変わると思います、うん、で上はですねベッドフォードのタイガーカモのジャケット着てます。いいっすよねこういう見せ方。異素材ジャケットかっこいいよね、うん、いいっすよね。でやっぱダブルジップなんで下開けてあげて、でこの履き方するときはあえて僕はちょっとショーツは下に実は下げてます。なるほど、ラインの見せ方的にですねこう下に広がって縦に伸びるという見せ方をしたいのでちょっと下げ目で、先ほどよりも若干下がめの着方にしてます。こんな感じですね。かっこいいね。なんかこうシルエットバランス結構変えれるんで結構本当にこのパンツ履き方はめちゃめちゃ幅は広いパンツだなっていう、これ多分飽きずにずっと着れるパターンのパンツですね。あ、じゃあ身長高く見える。あ、本当ですか、うん、僕身長162センチでバスでも一番ちっちゃいんですけども、まあそんな僕が今履いてるのは S サイズですね、うん、S サイズ履いてこんな感じです。僕ぐらいだともうウエスト幅とかもあんま気にせず S でガンガン履けちゃうんでいい感じに、こんな感じの見え方になります。結構170センチぐらいの方までは全然 S で大丈夫と思います。まあ、ショーツオンリーの見せ方、ショーツの履き方でもですねこんだけ、まあ、ハイウエストで履くのか下げるのかとか上をどう変えるのかでいろんなパターンはできるんですけども、最後にですねやっぱ僕が今一番推してる&一番したいスタイリングで見せていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、それでは3つ目のスタイリングはこちらになります。僕が一番したいスタイリングですね、このパンツのレイヤーの、はあ、これ良くないですか。結構わあ、結構攻めた感じですね。なんかこう普通に服を着ないっていうのもなんか一つ面白いかなっていう。で下に履いてるパンツがベッドフォードのこのグリッターのパンツと、まあショーツの合わせ、あの素材感も全然違うし、見えなんていうんでしょう、物の感じ形とかも全然違うものをドッキングさせてレイヤードするっていう。ただなんかこう違うもの同士だからなんか結構雰囲気感バラバラなんだけど、こう全体で見るとすごく合ってるみたいな、なんか不思議な感じの格好ですね。うん、いやでも似合ってると思うよ。マジですか。うん、でトップスネームのセーター合わせてます。なんかなんでしょうね、
ショーツ普段僕もなかなか手出さなかったんですけど、なんかこういう履き方とかを思いついたタイミングですね、非常に僕このショーツが欲しくなって時期でございます。いいね、東京ファッションっていうね、いいですよね、なんかすごいなんか慣れてる感ありますよね、うん、なんかまあこういう着方もしてみても、ちょっと攻めた感じの着方してみても、また新しいファッションが、ファッションの感じという感覚というか、そういうのが出てくるんじゃないかなっていうのもあって、夏場はですねどうしても、まああんまり上に着込めない分、パンツだったりとかこういう細かいとことかで見していくと、また楽しくなるんじゃないかなって思って、このスタイリングやってみました、今回ですね、まあ着たアイテムすべて、うちのバースへのオンラインストア、概要欄のオンラインストアの方に全部ありますので、ぜひなんか良かったなって思うものあればご検討されてみてください。またですね、サイズ感だったりとか、そういうの細かいとこ気になるっていう方は、お問い合わせフォームの方から、ご連絡していただけるとお答えできますので、そちらからもよろしくお願いします。まあこんな感じで、ショーツのスタイリング、今回しっかりやってみました。もし少しでもいいなって思っていただける方がいましたらですね、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まだまだですね、 SS アイテムとか、まあ新しいアイテム入ってきますし、店頭で、しっかりお待ちしておりますので、ぜひ皆さんよかったら YouTube 見ましたって言っていただける日が来ることを楽しみにお待ちしております。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。